オーシュルネールは、フランス、サントルイコールバルドロワール地域県、シェール県のコミューン。県北部にある主要な町であり、かつてベリーに含まれた、自然区分上の地方であるソローヌと、ペイコールホールの境界にある。ネール側が、コミューン内を横断する。オービニー教ロベール6世紀にすでにオービニーはあった。1423年、シャルル7世は、 スコットランド貴族ジョン・スチュワート・オブ・ダーンリーにオービニーを授けた。ジョン・スチュワート・オブ・ダーンリーは百年戦争の魔を機関の同盟関係を結んでいたスコットランド軍の最もくらいの高い指導者であった。ジョンの孫ベローとロベールはレオナルド・ダ・ヴィンチの同時代を生きシュバリー・エヴァイアールの友であった。彼らはオービニーとベルレリーの城を築いた。1512年。 スチュワート家の街は大火にあった。継承者ロベールは我々が興味にしている美しい木組みの住宅を作る費用を出した。スチュワート家に触発され、コルベールに規制された繊維産業と繊維貿易はオービニーの評判を高めていた。シェール県議であり国会議員であったジャック・フーシェはルイ16世紀の裁判において人々に死刑反対を訴えた。 判決の日、彼は欠席した。ブルトン人でチャールズ2世の愛称、ルイーズ・ケルアイユはルイ14世によって、オービニー領主の称号を得た。彼女は、スチュワート家の城を美化し、アンドレル・ノートルに触発された美しい庭園を、後世に残した。参照元イコール。ありがとうございます。